具志堅用高ネクストチャレンジというチャンネルが10万人記念で T シャツを作りました。それはおめでたいけどさ、なんか雰囲気が似てるのよね。生地感いいじゃん分厚いね。生地感いいですか、うん、俺が知ってる方、まあ、知ってると思いますね。デンマがやってるんだよね。そうですね、僕がやってるというか、まあはい、繋がった。え、つながった。誰ですか。気まぐれクック。いやいや、気まぐれクックさんやってないです僕。違います、すみません、ちょっと答えを。今日の T シャツ見ていいですか。5連中。はい、そろそろお礼を返さないといけない時が来ました。え、なんでこんな T シャツ作ってんの勝手に。え、ちょっちゅね、似てるじゃん、パクリじゃん、これグリコのマークのパクリじゃん道頓堀の。いや違います、それは道頓堀のパクリや。いや道頓堀じゃなくて石垣島の方。片足上げてるか上げてないかだ。具志堅用高チャンネルです。今度具志堅さんがパクってんじゃん。なんなんこれ、本当に出してんの。発売が決まりました。こっちが先だからなんか雰囲気が似てるのよね。具志堅用高ネクストチャレンジというチャンネルが10万人記念で T シャツを作りました。いや、それはおめでたいけどさ、一緒じゃん、白とかさ、この字体のちょっとレトロ感とかもさ、ほら散々俺にパクリって言ったのに、あの人が寄せてきてんじゃん。え、寄せてんじゃん。え、でもあのちょっと具志堅さんはめっちゃいいね、もうこれでいこうよって言ってました。自分が泥棒してること気づいてない。いや、まあちょっと、そもそも取ったのはゴリさん、ゴリの方だよって言ってました。取ってないって。ウミンチュとかそういうチュで、はい、ゴリンチュにしたわけじゃん。はいはい、そうですね。あの人が勝手にチョッチュネのチュを取ったっていうじゃん。はい、じゃあチョッチュネで、これがこれがゴリンチュネだったらパクリよ。まあそうですね、ゴリンチュだったらさ、チョッチュのこの途中パクるわけないじゃん、分かりづらい。はいはいはい、言いがかりなんだよね、クレーマーなの。言ってみれば。はい、そう。まあでもいいじゃないですか、やっぱあんだけ販売にも協力していただいたので。だからウォルさん、ちょっと今日は着替えてもらってもいいですか。これに、はい、あれもあの人やってること迷惑 YouTuber だよ。はい、何も生地感いいじゃん分厚いね。生地感いいですか。サイズ感もいいじゃん。なんならちょっと可愛いし、ね、ちょっちゅがやっぱ可愛いっすか。可愛い、ユーモアもあるじゃん、ちょっちゅって。そうですね、おしゃれユーモアみたいな感じで、なんか遊びで沖縄で着ると楽しそう、見てる方も笑顔になるしさ。はいはいはい、俺今思ったんだけど、はい、生地感ゴリンチュパクったと思うんだよね。ゴリンチュの分厚い感じが高級感あるからってことで、はい、パクったと思うんだよね。あ、パクったかどうか分かんないですけど、白と黒を発売するそうです。パクったな、立場逆転だぞこれ。俺が優位に立った。はいはい、今だから大きな声で言います。俺にパクったパクったって散々あなたに言われましたけど、お前が大泥棒だからな。いや、オンディール、オンディール。いや、具志堅さん、ちょっとちょっと、でも悔しいけど、はい、かわいい。はい、これ本当かわいいよ、チョッチュネって。おしゃれだもん、チョッチュネっていうユニークさがおしゃれ、なんか笑えるおしゃれというか。そうですね、うん、これもいいじゃん。うん、まあ、言ってまだ記録抜かれてないですからね。あの人さ、動かせない結果を残してる人だから、はい、どんだけ発言が間違ってようが天然だろうが、根底のかっこいいっていうのの土台は揺るがないのよ。それが悔しいな、あの人。なるほどっすね。そう、悔しいわ。あの結果残してないわ。サッカー部ずっと補欠だったわ。まあちょっと悔しいですけども、本当にあの生地感分厚くて、あとこれおしゃれですよね、本当にレトロ感のあるひらがなも可愛いですし、うん、で着てたらもうすぐ分かるじゃないですか、うん、で沖縄で着るのもみんなが多分ニヤッとしてくれるでしょうし、はい、もう肩のこちらの具志堅さんのプリントが確実に具志堅さんの T シャツだっていうものを確定づけてくれます。黒と白
販売されたらしいので、もしよろしかったら気に入った方、もしくは両方でもいいでしょう。皆さん、購入してみてはいかがでしょうか。悔しいけどおしゃれだと思います。それでは。